どうも、急旋回まず、アイマスク人力車服装間違ったというわけでですね、今回まずラビット都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター席呼んでいきます。うふふー、お願いします。ナイス。いやミスター席、ドナルド・トランプと友達らしい。アメじゃねえかよ。今回の都市伝説は、世界中の人々が着用を強いられた実はそれに含まれる有害物質が脳と生殖機能を破壊しているという研究が出たのね。というわけでですね、今回その有害物質について触れていきたいと思います。2023年8月、中国の研究者たちは複数の国から収集した56枚のから有害なフタル酸エステル類を発見したのよ。フタル酸エステルとは、材料に化学的に結合するのではなく、吸入、摂取、または皮膚から吸収できる添加剤として使用されており、フタル酸エステルの暴露は、生殖機能及び神経系の発達に有害とされているのね。頭と、どうぞ。平たく言うな。今回収集したの 90% 近くに、この潜在的な発がん物質が含まれており、化学物質の種類とレベルが安全な限度内に管理されない限り、マスク着用のリスクが利点を上回る可能性があることを示唆している。いい？第1チャクラと第7チャクラが狙われてんだぞ。おお、どうせ超越世界。あの損してねえか。そしてプラスチック製品に含まれるフタル酸エステルがメスの妊娠率を著しく下げることが判明してるのよ。2016年8月、アメリカのイリノイ大学の研究者が、プラスチックをしなやかにさせる可塑剤と呼ばれるものの一つであるフタル酸エステル類についての研究を発表してるのね。プラスチック成分のうちのビスフェノール A はオスの生殖機能を低下させるのに対し、プラスチック製品に使われるフタル酸エステル類はメスの妊娠機能を著しく低下させるというのよ。プラスチック製品の一つで、オスの生殖能力もメスの受胎能力もどちらも低下させるということなのね。そしてプラスチックは我々が口にする食品にも含まれていることが判明したのよ。2024年1月、コンシューマーリポートは、健康上のリスクがあるにもかかわらず、食品中にプラスチックが幅広く存在していると主張し、規制当局に対し、製造過程で食品と接触するプラスチックの安全性を再点検するよう求めたのね。スーパーマーケットの食品とファストフード85種類を検査したところ、このうち84種類にプラスチックに柔軟性を持たせるために添加する可塑剤フタル酸エステルが含まれていたのよ。何食ってんだお前ら。おめえに言われたくないよ。また食品サンプルの 79% からプラスチックに含まれる化学物質であるビスフェノール A などビスフェノール類が検出されてるのね。マックや食品など身近なものに危険が潜んでることは明らかになってしまったのよ。さらには外国の環境メディアが、マックの一部に永遠の化学物質である PFAS が含有していることが確認されたのね。2022年、アメリカ科学会が発表した論文でもエビデンスが裏付けされてるのよ。なんか永遠の化学物質っていう言葉自体がさ、だからすごく縁起がいいように感じるよ。ああ、いいね。だからあの婚約指輪のダイヤモンドとかさ、PFAS にしちゃえばいいんじゃない。指知るだろお前。そんなマックもここ数年で1000億枚以上海や土壌に廃棄されたと言われ、分解されない PFAS が海中土中にじわじわとにじみ出ており、水蒸気として雲となり、地球全土に雨として降り注ぐのね。その PFAS を含んだ雨は再び土壌や河川を汚染し、栽培する野菜などにも濃縮されていくと専門家が指摘してるのよ。そんな PFAS もまた男性の生殖機能へ大きく影響を及ぼすとされてるのね。そして厚生労働省は2025年4月から未知の感染症の早期把握のために、診断名がつかない呼吸器系の症状があれば医療機関から報告を受けて調べる仕組みを開始すると決定してるのよ。次の流行り病は以前と同様に呼吸器系であることが予想されており、また流行すればでの生活が当たり前となるのは容易に想像ができるので、我々人類はこれらの問題から逃れることはできないのかもしれないのよ。ダブルボディだわ。ジャンボ尾崎だ。だ、伊勢の本当の神はエンリルだったことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には被害者、うん、